高度な技術を持った職人さんが選ばれて、こちらで従事されていらっしゃいますね。あちらの黒いエプロン、はい、あれが選ばれた方になる。この黒いエプロンはプロのお菓子なんですか、はい、手前にあガバッと開きますので、隙間から拭き掃除で手を入れていただいて、きれいにできる。ここがモグバイになります。あすごい、これ私の温度が見られてるってことですか。はい、暮らしのマーケット大学です。今日は三菱電機静岡製作所に来ています。今日はここで三菱電機のエアコンについてたっぷりとお話を中の人に伺いたいと思います。教えていただくのはこちらの方です。三菱電機の静岡の工場でルームエアコン霧ヶ峰の担当しております佐古田と言います。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回取材をさせていただくにあたって、暮らしのマーケットのエアコン関連の出店者にアンケートを取ったんですけれども、その中で三菱電機さんのエアコンが一番好きっていう声が ものすごく多かったんですね。ありがとうございます。なので今回は三菱電機のエアコンの人気の秘密というところに迫っていきたいと思います。まず一つ目なんですけれど、出店者さんから上がった声で、お客様のメンテナンス性がすごく高いっていう話を聞きました。エアコンの中の清潔性っていうのも皆さん関心度が高いところだと思います。はい、今のエアコンですとそもそも汚れがつきにくいコーティングを施していたりっていうのも、ここの素材ってことですか。はい、こことかですね。あとちょっと中の方の見えないんですが、埃がつきにくいコーティングとかを施しています。一方で、はい、ご自身の目で汚れをちょっと見てパパッと綺麗にしたいっていうニーズも一方で多くいただいていまして、そういったお客様向けにお掃除がしやすい作り方っていうのをしています。それでは実際に外してみていただきたいと思うんですけど、いいですか。私でもできますか。本当にできます。じゃあやってみたいと思います。前面のパネルをまずはガバッと上に上げてください。はい、はい、もうそれで固定されます。はい、で開けると2つのフィルターの自動掃除キットがあるんですが、はい、ここに書いてる手順にのっとって、はい、黄色のつまみを左に引っ張る、はい、で手前に引く、はい、おー簡単ですね。これがあのフィルターの自動掃除をして、はい、ホコリがたまる、まあ、ゴミ箱、でこのゴミ箱を結構外していただくと、はい、実際にこのフィルターのついてる部分ですね、もうガバッとこうガバッとこうですね、うわこうやってガバッと取って、簡単ですね。もうこのままお掃除もできますし、はい、エアコンの中もこうやってもう丸見えですので、そうですね、掃除機とかでホコリを拭き取ってもらうっていうのもすごくやりやすい構造になってます。あとはこのエアコンの弁なんですけど、はいはい、結構このエアコンの風が出てくる通風路っていう場所があるんですけど、はい、そこも結構汚れがつきやすいんですけど、そこも実はお手入れがすごくしやすい構造になっていて、はい、こちらも外し方が実際に書いてますので、弁にのっとって外してみていただいていいですか。はい、つまみを、はい、引くってことですね。はい、でもうこれで中もガチャで、あとはこれで簡単、簡単ですね。もう一枚も同じようにつまみをガチャン取り外し、カチャン、あでもうこれで、簡単ですね。これで、はい、つまみがあるのは折ったりする心配がないというか、すごくやりやすいですね。はいはい、で最後この風向をこうやって、はい、ここもですね、入る部品があるんですが、はい、ここをつまみをグイッと手前に引っ張って手前に、あいただくとガバッと開きますので、隙間から拭き掃除で手を入れていただいて綺麗にできる。すごい、覗くと見えるところなので気になる方も多いですよね。ここにやっぱり汚れが溜まってしまうと出てくる空気もやっぱり少し汚れがついていたりしますので、まあ、こまめなお手入れをしていただくときに今やっていただいたようにガバッと取って、はい、開いて拭いていただく、やりやすい構造になってます。いいですね。力が本当にいらないのでこれは誰でもできますね。もう一つ三菱電機のエアコンの人気の理由として多くの出店者さんが挙げていたのが、センサー機能がとにかく優秀っていう話をよく聞きました。これは具体的にどういった特徴があるんですか。当社の霧ヶ峰の代表的な機能として、はい、ムーブアイというセンサーがついています。はい、ここがムーブアイになります。ムーブアイ自体は2005年に初めて赤外線の動くセンサーというのを霧ヶ峰に
搭載もしています。 UVI でお部屋の温度とか、はい、人の温冷感みたいなのを見てしっかり快適で省エネな空調運転ができたり、冷やしすぎだとか、はい、温まりにくさみたいな空調の悩みをこの UVI が解決してくれるようなものになってます。その UVI は今さらに進化してるんですか？はい、今最新のデラックスモデルに搭載されている UVI は、はい、UVI ミライプラスというのが UVI まで進化をしていまして、はい、約360度くるくると回ってお部屋の状態であったり温冷感みたいなものを検知しているセンサーにまで進化しています。へ、こちらちょっとイメージではあるんですが、はい、実際に UVI ミライプラスが見ているエリアの状態になってます、はい、よろしければ少し前に立っていただくと、はい、あ、すごい、これ私の温度が見られてるってことですか？はい、手足とか頭はやっぱり、まあ、衣服をまとってますので、はい、ちょっと温度としては高く見えているような状況が、そうですね、はい、こちらに見てます。へえ、面白いですね。センサーがここまでの状態を見て、はい、もしここにいる人が冷えたり温まっている状態を UVI が判断したら自動で空調の制御を変えて省エネ運転をしたりということを勝手に自動でやってくれるようになってます。今多分顔が緊張して熱くなってるからかすごい顔に風が当たってます、はい、ちゃんと見てるんですね。はい、見てます。エアコンでやっぱり温めたい、はい、冷やしたいっていうのはそこにいる人をしっかり快適な温度にするのが目的になってますので、うん、その人が本当に温まってるか冷えてるかっていうのをやっぱりセンサー UVI を使ってしっかり検知することが大事なことになってます、そして今最新のモデルではエモコアイというですね、UVI とはまた違うバイタルセンサーをですね、はい、搭載をして、はい、人の気持ちまで見ることができるセンサーも搭載をしています。ものすごいとこまで進化してますね、はい、もうちょっと人の気持ちにまでちょっと踏み込んで空調制御やってみたいというところの、はい、思いからになります。実際にですね、エモコアイが搭載されているのはここに裏にですね、はい、あるんですが、こちらも実際にエモコアイがどのように人の気持ちを見てるかっていうのを体感できますので、よければちょっとエアコンの前に立ってください、はい、こちらが今エモコアイが見てる脈のレベルと、はいはい、あとは脳の活動レベルです。え、これもう私のですか？はい、見てます。すごい、ちょっと難しいはい、ですけど横にですね、簡単な算数の計算がありますのでよければちょっとこれをやってみていただいていいですか？はい、やばい543-5 という会話をしている間にですね、この確認レベルがどんどん上がって本当ですね、色が変わってる、はい、22 28 29 93 9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 9 93
して、脈の動きとその人の感情って結構リンクしてます。その脈の動きから今脳がどれだけ活動してるかっていうのも、はい、測定することができますので、このムーブアイで見た温度情報と合わせて、はい、エモコアイで見た、人のこの気持ちの情報をミックスして空調制御に生かす、これをエモコテックっていうような呼び方をしているんですけど、最新のデラックスモデルではこのエモコテックを活用した空調といったものもご提供しています。この機能をかなりこだわってつけられたと思うんですけど、どうしてここまでを開発しようと思ったんですか？当社のキリガミネのブランドコンセプトの一つで、はい、人をもっと快適にできるはずだっていうのがあるんですけど、はい、その人をもっとやっぱ快適にしたいっていうこの思いの一点に尽きる開発になってます。コロナ禍を経て、はい、お家での過ごし方も結構変わったりしてきてですね、今までエアコンはやっぱり温度を調整する機械ではあったんですけど、はい、ライフスタイルが変わるにつれて人の気持ちまで空気で整えてあげたいなっていう思いで開発をしたものがこのエモコアイ、エモコテックになってます。まさに三菱電機の思いがもう商品にそのまま現れてるってことなんですね、はいはい、続いての三菱電機のエアコンの人気の理由として故障の少なさという声もかなり多く上がっていました。
例えば出店者さんで故障が起きている現場に遭遇することがほとんどないとか、エラーが発生しているっていうケースもほとんどない、すごく三菱のエアコンは他のメーカーに比べて丈夫だっていうふうに感じるという声をいただきました。どうしてそんなに三菱電機のエアコンは長持ちするんですか？ありがとうございます。目に見えない部分で、そういったふうにご評価いただけるのはとても嬉しく思います。エアコン本来の機能として省エネ性能だとか、快適な機能とかっていうのはもちろん大事なんですけど、品質あって初めて安心安全にお客様もお使いいただけるかと思いますので、品質には特にこだわったものづくりを心がけています。実際の製品現場でも入念な検査を行っておりまして、例えばですがエアコンから変な音がしないか、異音がしないかっていうのを人の耳で実際に異音チェックをやっているような検査もあります。実際に後ろのこのコーナーで疑似体験ができますので、実際に異音の検査をやっていただければと思いますけど、こちらのコーナーでは実際のエアコンの製造現場で行っている異音の検査を体験することができるコーナーになってます、エアコンが3台ここにあるんですが、このうちの2台は実はちょっと異音がします。1台だけが正常なものになってるんですが、その1台を当てていただきたいなと思います。各エアコンのところにボタンがそれぞれありますので、ちょっとボタンを長押ししていただいて、エアコンが動く形になります、ちょっと耳を当てていただいて、ちょっと音を聞き分けていただいて、どれが問題があってどれが正常かっていうのをちょっと当てていただきたいなと思います。やってみます。はい。あ、動いてる。音聞こえますか？ああ、このファンが動いてるというか、その音ってことですね。かすかに。はい。じゃあ続いて真ん中の B のエアコンを。音というかもうほとんど音しない。本当に風の音っていう感じなんですけど。聞こえましたか？おー、はい。なるほど。はい。じゃあ最後。3台目 C のエアコンですね。何も聞こえない。2台あるんですよね、違う音がするのが。1台だけ正常な音がするエアコンがあるんですが、どれだと。なんかこれだけチリチリチリみたいな音がしたような気がしました。逆にこれが正常ってことですか？どうでしょう。裏の裏を書くということで B なんじゃないでしょうか？では正解はですね、はい、ちょっと下にちょっと、あ、そこに正解があるんですが、うわー、正解は A。 一番最初に聞いていただいたものが、正常な音の音になってます。そうだったんですね。 B もすごく着目点は良かったと思うんですが、髪の毛を実は混入させていて、ちょっとイオンがする。じゃあ私の感じてたそのチリチリみたいな音はある意味合ってたってことですね。3台目のエアコンの方はちょっと傷をつけてしてたので、正解は A のエアコンになってます。なるほど。この後実際に生産の現場もご覧いただきたいとは思うんですが、見学いただくお客様からは意外に人が多いんだねっていうのをよく言われます。その生産ラインとか製造の工程で、もちろん自動化を進めるような部分もあるんですが、今体験いただいたようにやっぱり人の五感でないと気づけないような部分っていうのがどうしてもありますので、そういったところには人をしっかり配置して入念な決算を行って品質が良いエアコン作りっていうものを心がけています。あ、なるほど。続いてはお待ちかね、三菱電機静岡製作所の心臓部ともいえる生産現場を特別に見せていただきました。霧ヶ峰ファンの方にはたまらない映像が目白押しですよ。ご案内いただいたのは霧ヶ峰の PR 担当営業部の山岡さんです。ここは何をしている工程ですか？ここは室外機の牢付け作業を行っている形になります。牢付けって配管を、そうですね、配管をつなぐというか、入れるってことですね。その作業はエアコンの品質にどう大事なのかというか、どう関わってくるんですか？一個手作業でやってるってことですよね？そうですね、コンプレッサーと熱交換、配管部品を
の付けしてる。コンプレッサーっていうとエアコンの心臓部分みたいな感じなので、そうそうですね、はい、かなりここの作業が大事、大事です、重要な作業で、はい、でも作業されてる職人さんはどんな方たちなんですか？そうですね、やはりあの高度な技術を持った職人さんが選ばれてこちらで従事されていらっしゃいますね。高度な技術を持ったっていうのは何か具体的な基準とか条件っていうのがあるんですか？経験ですとか、あと資格ももちろんございますし、で社内でそのロー付け道場っていうですね、ロー付け道場、はい、技能講習会を定期的に行っているみたいでして、はい、その中で、まあ、やはり優秀な成績を収めた人が講師になって、また若手にも教えていって、はい、その技能の継承というか、はい、そういったこともしておりますね。もう本当にじゃあまさに職人さんのそういう技術がつながっていく、つながって受け継がれていって、はい。一個一個こうやって手作業で作業してるのって何か理由があるんですか？そうです、まあ、ここの部分はやはり機械ではなかなかできないところですと思います。ロー付けに関しましては、はい、エアコンの品質に関わってくると、はい、そうですね、はい、やはりあのいろんな種類のエアコンを生産してますので、はい、何回もですね、この機種が変わって流れてくるものがございますので、1日のうちで、はい、やはり人によっての対応が必要というところもありますね、はい。ここでは今どんな作業してるんですか？はい、こちらはですね、霧ヶ峰ブランドの中でも上位機種を生産している Z ラインと呼ばれるところになっております。あちらにご覧いただきますように、はい、台車を使ったですね、セル生産方式という方式を導入しております。台車を使っているのはどうしてなんですか？通常ご想像されるようなベルトコンベヤー方式の形ではなくてですね、はい、こういった形で静止した状態で台車を使って、じっくりと落ち着いて生産をしていただくというところが、はい、特徴になっておりますね。流れ作業ではなく、しっかり正確な作業が求められる、はい、ってことですか？特に最上位機種の FZ モデルになりますと、スタンダードモデルと比べて約6倍の部品の数がございますので、非常に複雑な構造になっておりますので、配線ですとかネジ締めですとか、そういったところはこういった静止した状態で台車でやっていただくのが良いと、はい、なっております。かなり手作業が多いんだなと思ったんですけれど。そうですね、はい、どうしてですか？まあ、やはり部品の数も多いですし、熟練した選出された技能者の手作業によって作っているというのがこだわりになっておりますので、Z ラインに関しましては、ここの職人さんたちも熟練の技術力のある。そうですね、あちらの黒いエプロンをしてくださってますけども、はい、あれが選ばれた方になっています。そうなんですか、はい、この黒いエプロンはプロのお菓子なんですか？はい、やっぱり熟練の職人さんは作業スピードも速いんですか？速いですね、速いですね。そうなんですね、はい、ただやっぱり熟練したあの皆さんでも、はい、やはりヒューマンエラーというのは起きてしまいますので、あちらに作業ナビっていうのがありますけども、はい、あちらであのしっかりと工程を確認しながら、はい、すごい本当に組み上げというか、そうですね、だんだんと、ね、だんだんと出来上がってきますね、はい、その手作業なんですね。わあ、伝送部分だ、細かい作業を正確に取り付けるっていうところと、あとやっぱり人の目で見るっていうところで、それこそ何か異常があったりだとか、はい、そういうのも気づけるような、そうですね、はい、になってるってことですかね。そこまで本当にほぼほぼ手作業、はい、そうですね、もっと自動化されてるっていうふうにきっと想像されてるんですけど、はい、パッ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 とこう組み立てられてて、コンベアでずらーっと出来上がったものが流れてくるようなイメージでしたけれど、こんなにしっかり手で作ってるの驚きですね。当社の特徴としては、もう基本的に全て普段に出荷している霧ヶ峰に関してはこちらの工場で全て作っているっていうのが当社の一番特徴ですね。国内全部の霧ヶ峰がここで一つ一つ手作業で生産されてるってことですよね。そういうことです、はい。続いてはそんな出店者の皆さんも大好きな三菱電機のルームエアコンのおすすめのモデルを教えていただこうと思います。まずこの一番かっこいいデザインの FL シリーズ、これの熱烈なファンの出店者さんがいまして、これがすごくいいんだって話だったんですけど、こちらは
どんな特徴があるのか教えていただいてもいいですか。ありがとうございます。もう見ていただいて分かる通りですね、はい、デザインにとにかく特化したモデルになってます。かっこいいですね。今展示しているものは、はい、レッド系の色なんですが、他にブラック、あとは他のエアコンと同じような、まあ、ホワイトもご用意してます。グッドデザイン賞を受賞したと小耳に、はい、そうなんですね。デザインだけではなくて、はい、快適性みたいなところも実現できるように、はい、ムーブアイもですねデザインに配慮された設計で、はい、通常のモデルはこういうふうにセンサーは基本的には出ている状態なんですけど、FL タイプはエアコンが止まっている時はこのような形で、はい、エアコンの内部に収納されて隠れているんですが、はい、実際にエアコンが動き出すと、はい、このムーブアイのセンサーがグーって降りてきて、センサーで見た空調制御っていうのも FL シリーズでもしっかり実現することができるようになってます。ちょっと今ここ見てて思ったんですけど、ルーバーのところがスケルトンというか透明なんですね。ここもやっぱりデザインを意識したところで、まあ、透明なものを使ってます。可能な限りデザインを追求したような作りをしているものになってます。三菱電機さんの一押しのこのモデル選べば間違いないっていうのはありますか。全てが一押しなんですが、そうですね、プレミアムモデルのちょっとご紹介をさせていただきたいなと思います、はい、まず真ん中の Z シリーズというような機種になってます、はい、こちらは省エネ性能はもちろん快適性といった面でもムーブアイミライプラスというですね、ムーブアイと名が付くセンサーの中でも最も高性能なセンサーを搭載しておりますし、まあ、気持ちを見つめるのエモコアイも活用した新しいエモコテックという空調制御もできるような、まあ、省エネ性だけじゃなくて快適もこだわりたい方におすすめのモデルになってます、はい、さらにこだわりたいというお客様向けに、はい、一番上の FZ シリーズというようなモデルも、ご用意しております。こちら Z シリーズより省エネ性能も優れておりますし、はい、先ほどご紹介したようなムーブアイミライプラスとエモコテックも同じように搭載されてます、はい、Z シリーズと一番の違いはちょっと見えにくいんですが、はい、エアコンの中に実はファンが2つ入っていまして、はい、そのファンが2つ入っていることで、例えば、寒がりさんと暑がりさんみたいにですね、部屋の中でもしっかり吹き分けを行ってそれぞれの人が快適になるっていうのがファン搭載しているのがこの FZ シリーズになっておりますので、 Z シリーズよりさらにこだわりたいっていうお客様にはこちらの FZ シリーズをおすすめしております。リビングとか家族が集まるような場所がすごく良さそうですよね、はいはい、よくお父さんお母さんでやっぱり暑がりだとか寒がりっていうので、冷房ガンガン冷やすようなお父さんと、はい、寒いわよっていうお母さんのリモコン戦争みたいなのも起こったりするんですが、はい、FZ があれば万事解決というようなモデルになってます。頼もしいですね。最後にお値段も少し、はい、気にされるようなお客様向けにハイスペックな機能はしっかり搭載しているんですが、 X シリーズというようなモデルもご用意をしています。見た目は一つ上の Z シリーズと、はい、似たようなところではあるんですが、そうですね、この X シリーズにもですねムーブアイがしっかりついていますので、はいはい、まあ、快適と省エネをしっかり両立できるようなモデルになっています、はい、こっちのZ シリーズ、FZ シリーズとの違いは何なんですか？一番大きなところは気持ちまで見つめるエモコアイがついていないって言ったところです、はい、ただムーブアイはついているので、お部屋の状態だとか人がどこにいるんだみたいなところをしっかり検知して空調制御を行うことはこの X シリーズでもできるようになってます。予算とかも考えて手頃だけど でも機能も欲しいっていう場合はこちらがおすすめということですね。こちらが、はい、X シリーズがおすすめになってます。 ありがたいですね。三菱電機のエアコンが人気な理由がよくわかりました。迫田さん、今回はありがとうございました。ありがとうございました。この動画がためになったよという方はぜひいいねボタンを押してください。コメント欄に感想や質問など書き込んでいただけると嬉しいです。これからも皆さんのためになる動画をたくさん配信してまいりますので、チャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。